株式会社、谷口楽器は、東京都千代田区神田駿河台にある日本の楽器工売り店である。左利き用ギター専門の国内唯一の店舗であり、また、ハーモニカ専門店としても、国内外で知られている。ハーモニカやアコーディオンの専門店としては、国内の草分けであり、昭和初期にお茶の水の楽器街が形成される端緒となった老舗の一つである。 谷口楽器のアコーディオン売り場の商品だな。この写真以外の棚にも多数のジャバラ楽器が並んでいる。ピアノアコーディオン、1、2、13ダイアトニックボタンアコーディオン、3バンドネオン、4コンサーティーナ、5から10クロマティックアコーディオン、11、12、14電子アコーディオン、11から14左利き用ギターとフリーリード楽器の専門店として、店頭販売。 ネットなどの通信販売、修理、中古楽器の買取販売などを行う。また、楽器の普及のため各種のイベントを企画、開催したり、オリジナルの専用マイクなど、楽器関連の特殊な商品も扱っている。左利き用のギターとベース日本では珍しい、左利き用のギターとベースの専門店でもある。ビギナー用からプロ用まで、 在庫500本超という豊富な品揃えは、国内は元より海外にも、例を見ない。当初は、他店と同様、右手用ギターの販売が主であったが、1995年頃から、売り場の一角で、細々とレフトハンドギターの販売を開始した。2006年9月の新社屋リニューアルオープンを機に、レフティ専門へとシフトし、今日に至る。左利き用のエレキギター。 エレキベース、アコースティックギターについて、楽器メーカーとも協力し、常時国内外10社以上のブランドを揃えている。フリーリード楽器1店舗で、ハーモニカの全種類、ジャバラ楽器の全種類を取り扱う、日本全国でも数少ない、オールラインナップの専門店である。鍵盤ハーモニカや鍵盤へも扱う。また CD や楽譜、教則本、専用マイク、バッグなど、 周辺の商品も取り扱う。ハーモニカ、日本国内外のメーカーの全種類のハーモニカを入門用モデルからプロ用モデルまで幅広く揃え、在庫総数は常時2000本以上に上る。客は店員の説明を聞きながら思想することが可能。国内外の有名なハーモニカ奏者もよく谷口楽器に立ち寄る。 ハーモニカフロアの壁には、来店した国内外の奏者のサイン色紙がびっしりと貼られ、ハーモニカ版ハリウッドウォークオブフェイムのような感を呈している。ジャバラ楽器日本で最も普及しているピアノアコーディオンはもとより、クロマティックボタンアコーディオン、ダイアトニックボタンアコーディオン、さらにはバンドネオンやコンサーティーナまでをも含むすべてのジャバラ楽器について店頭で販売し、 修理や調律を受け付け、中古品の買い取りや販売も行っている。客が店員の説明を聞きながら、全種類のジャバラ楽器を思想できる楽器店は全国でも他にないと言われる。イタリアのアコーディオン製造企業エクセルシオールとピギニの日本総代理店も務める。一般客に楽器を知ってもらうため、また愛好家の交流の場として、定期的に店舗内で、 入場無料のイベントを開催している。谷口サンデートーク、アコーディオンを語る集い2007年から続く、ジャバラ楽器のミニライブや体験講習会。毎回、外部から演奏者を講師として招き、話や演奏を聞く。アコーディオンと銘打ってはいるが、コンサーティーナやバンドネオンなどの会もある。アコーディオニストの横森良造氏も、講師の常連で、毎回、 テレビでおなじみのワン奏とは違う独奏を披露した。ハーモニカインストアイベントハーモニカ愛好家のために演奏者によるミニライブやレクチャー、愛好家が自分でできるメンテナンスを習得する修理講習会などのイベントを行っている。インストアと銘打っているが、プロ奏者と一緒に外部のステージに立つお茶の水熱烈楽器祭、ハーモニカ大合奏や 浜松市のハーモニカ工場見学など一部のイベントでは店の外に出ることもある。谷口楽器が昭和37年12月から2006年冬まで足掛け45年に及ぶ長きにわたり観光したアコーディオン専門誌である。これほど長期にわたり定期的に観光されたアコーディオン専門誌は世界でも類例がない。編集、執筆は 金子元孝が担当し、国内外の寄稿者による記事も多かった。日本国内の演奏者や団体の活動の紹介、アコーディオンを含む各種のジャバラ楽器の解説や、楽譜の掲載、戦前、戦中の解雇記事、イベントのレポート、海外の事情の紹介など、記事の内容は多彩であり、日本及び世界のジャバラ楽器の歴史を知る上で一級の資料ともなっている。 現在、全冊が PDF 化され、谷口楽器の店頭で閲覧できる。ありがとうございます。